工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、またイベントに持っていくね作品紹介していきたいと思います。はい、写っているのはエクステンダしずくでございます。オリジナルのではなくカスタマイズしたものとなります。はい、ごめんなさい、まあちょっとね木も金具も全てなんですけども、値上げという形で僕の方もねちょっとなかなかお安い商品もちょっと値上げせざるを得ない状況となってきております。はい、まあすでに値上げしてね何回かいろんなところで販売しているので、まあ分かってくださる方は多いかなと思いますが、仮にそしてパープルハートとかね、まあ、いろんなものがちょっと以前と比べて3500円に値上がりしております。なので消費税込みで3850円となります。はい、で3000のままのものが桜とウォールナットのみとなりますね。はい、まあ今回ちょっとケヤキがあるのでケヤキとカリン、まあここはまあイベントでしたら3000円という形で、はい、ここは3000円、なので消費税込みで3300円となります。この辺はね価格動かず、まあそう、まあ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 いろいろ僕も作っていて、まあその中で桜とウォルナットのスモークであればね、まあなんとかなるかなという感じでございます。はい、まあ四つ葉さんの時のインスタライブでなんでエクステンダーしずくは安いんですかっていう質問があったんですけども、まあこれ作ったのどうでしょう、本当に何年前、18年とか本当にもうやりだしてすぐぐらいかな、うん、やりだしてちょっと経ったぐらいに作り始めた商品作品でございます。まあそのね、まあボールペンとかシャーペンシルもあったんですが、まあ本当にね木の文具っていうものをねが、まあそんなにね全然なかった時代にこれ作ってるんですよね。でなんで作ったかっていうと、やっぱりきっかけ、いろんな方にね使ってほしい、知ってほしいっていうことで、まあわりかしお手頃な値段で買えるもの、そしてね僕のお客さんね、ほとんど大人の方でした。まあ、今ちょっとブームになって違うんですけども、そう、大人の方が来る、そしてねそうすると子供がいるんですよ。で子供はね鉛筆を使うんですよ。で子供のためのプレゼントとかっていう形でね、エクステンダーを買ってくださって、大きなやついいじゃんっていうことで、そこにいる大人の方がボールペンを買っていってくれるっていうような、うん、まあ、そういう相乗効果を狙っての作品でございました。はい、もうめちゃめちゃそれでありがたく、はい、でもねこれを作った時に思いました。まあ国園さん、いわゆる文土器さんの時代ですね、文土器さんも含めたんですけども、大人の方で鉛筆を使う人がこんなにいるのかっていうぐらい驚いたっていうのを覚えております。はい、というわけでずっとあるんですけども、はい、まあ仮にコアクも3500円で、黒炭ハワイアンコア、憲法なし、ウェンジ、何でしょう、パープルハート、これ実は柿、黒柿ですね。はい、黒柿の縮み木だったところの白田の部分がねだいぶ多かったんですよね。で白田の部分もがっつり縮みが入ってたので、なんかそのまま捨てるの、基本的にね白いとこなんでね黒柿なんて使わないんですよね。まあちょこっと乗る、こうやってね少し乗るとかっていうのはね、ツートンになるぐらいのやつはやるんですけど、白田だけでね使うってことはねまずまずしない、うん、まずしない、うん、なんかたまに白柿とかって言ってる人いるんですけど、何やっとるんじゃって思う、うん、そのなんだろうなうーん、白柿じゃない、まあ黒柿に対して白柿なのかもしれないけど、そうそう、白田赤田じゃないんですよねあれは、うん、
まあでもね、まあ今回はちょっと木が入ってたので、そのまま捨てるのは忍びないということで、ちょっと数本作ってみました。はい、ここはごめんなさい、3500円いただきたいなと思っております。というわけで、60本持っていきます。そして M ペンですね。はい、ですね、大変申し訳ないんですけど、ちょっと今回のイベントより、そしてお店の販売もね、ちょっと値上げをさせていただきます。今回のイベントからです。はい、もうね、まあ金具がちょこっと上がったっていうのもあります。そして円安か。もうね、去年のあの150円って時に買ったんですけど、140円台の時に買ってるんですけども、だいたいまあレートで言うと50円ぐらいしてたんで、もうね本当にね、だいたい計算的に言うと本当にきついっす。うん、1割じゃなくてね、2割以上上がってるのね、金具代が。はい、なものでね、もう全然合わないっす。はい、というわけでごめんなさい、全部1000円ずつ値上げとなりますので、もういわゆるオリジナルペンシル、違った、オリジナルのねボールペンと同じ価格ですね、ルーチェペン、フィーネペンと同じ価格となります。なので8000円となります。はい、まあこの子はまあカリンコ、ちなみにね、これ紅白なんですけど、1万1000円なんですけど、これこっちにキャップがあるんですけど、こっちにキャップ付け替えれます。あの、こっちの金具のネジとここの金具のネジが一緒ですので、取ってしまってこっちに付け替えて、こっちのお尻をこっちに持ってくると反対になります。全部そうですね、 M ペンってそういう風になっております。はい、違う、うん、そう、まあなんでこんなことが起こるかっていうと、組み立ては僕がやっておりません。はい、現社員スタッフさんにやってもらってますので、まあ、こういうことが起こるわけですね。はい、指示してない僕が悪いんです。はい、すいません。はい、ハワイアンコアが1本で、ハワイアンコアいくらだっけ、1万2000か、うん、違う、1万3000だったかな。はい、で6000だったこの、3つですね、ローズウッドとインドローズと、6000だったやつが7000となります。カリンのトラモク、パープルハート、インドローズですね。そしてケヤキの、まあ木っちゃ木なんですけど、玉木が出ててね、うん、まあこういう感じ、いいぬかめでしょ、いい色してるでしょ、あの木味がいいなって僕がごくごく稀にたまに言うやつなんですけども、はい、こいつはマジで柱材だったんですけど、木味が良かったですね。一番いいところは、まあコンプロト用に木取りをして、全然作れてないんですけど、木取りだけして終わっちゃってるんですけど、はい、いいんですけど、まあカジュアルですね。うん、さすがにこの子はカジュアルなので、まあ、5000円だったので6000円での販売となります。はい、という感じで、はい、30本持っていきます。で、まあカジュアルが、まあ、ちょこっと、うん、いい感じですね。はい、4本とパープルハート1本とあります。この辺は普通に売って、この子がさすがにこれなのでちょっと値段が下がって、この子はここでアウトレットになって、この子はほんのわずか、うん、黒い点、まあなのでちょっとこいつはカジュアル部門として、この辺後で、すぐというわけではないんですけど、ベースさんでの販売に回していきます。2、4、6、8本、はい、ベースさんでのベースさんでの抽選販売の方に出していきます。はい、ついでに、パープルハート3本も入らなかったです。はい、納品してもいいんですけど、抽選販売に出そうかなという感じでございます。竹内さんのイベント中はやりません。竹内さんのイベントが終わった後、はい、やろうかなと思います。ちょっとそこに出すか出さないかまだ迷っておりますが、うん、
なんでかっていうと、もう一気に作っておりますので、まあ、アウトレット、まあ、こういうやつとかもね、いっぱい出てきてて、今、組み立てが終わってね、ボールペンよりペンシルがやっぱり多いかな。うん。はい。なので、ちょっとどうしようかなと思いながら、まあ、ちょっと、ものを見ながら、はい、出していきます。まあ、順番に出していきますので、はい。まあ、ちょっとイベントがね、始まるので、週1っていうわけにございませんが、まあ、順番に出していきますので、少し良ければお待ちください。まあ、でも、イベントに来られた方が確実に買えます。今回、竹内さんですね。はい。フリータイムございます。日曜日。お昼から。うん。また、水曜日の時にね、また告知していきたいと思いますが、また動画見ていただければなと思います。はい。まあ、こういう感じで。ご用意いたしました。まあなかなかね全部ちょっと紹介できなくってごめんなさい。前日には必ず全部動画撮っていきますので、またそちらの方で確認していただければなと思います。はい。であとすいません。ルーチェペンとかねペンシルとかね金具もね全部実はね今年から全部値上がりしてるんですよね金具。うん。でまあペンシルの方はまあちょっと値上げをストップ。まあ、全然してなかったんですけども、ストップができる状態。なんでかっていうと、まあ、いっか、その時にね、ルーチェペンの値上げの時にいます。ルーチェペン、今年中には値上げします。はい。一応、個展まではなんとかと思っておりますが、まあ、ちょっとどうしてももうせざるを得ない状況になってきておりますので、値上げします。すいません、こんなことの報告になりました。はい。またよろしくお願いします。